こんにちは。今ご覧いただいているのは新潟市中央区の中心街の方面を見ています。今日は新潟市中央区、新潟市中央区以外も新潟の街を簡単に見ていきたいと思います。今、こちら真ん中に来ているのが新潟駅、万代、また、新潟銀行メディアシップの方面を見ています。こちらはですね、新潟を代表する、スポットとなっていまして、また高層階や展望台があるそうです。また新潟市の地元市である新潟日報が入っているビルです。続いて隣はですね、以前もお伝えしたことがある、ときメッセが入る万代島ビルというものです。以前新潟の街を紹介した動画や品川を見た動画ではこちらから、紹介してみました。これが、こちらの万代島ビル、ときメッセなどが入るビルです。続いてですね、少しカメラを左側に回していきますと、また高層ビルが2本あります。こちらは万代口ではなく、古町の方面です。ネクスト21と、その右側がまずネクスト21でして、その隣が、タワーマンション、西堀通りの確かマンションでした。ということで、もう少し左に回していきますと、少し触れてしまいましたが、もう少し回していきますと、今こちら真ん中ぐらいですかね、見えてるのが、これが新潟県庁です。新潟県庁は以前もっと中央より街中にあったんですが、郊外に移転して現在の位置にあるようです。そしてさらにもう少し近カメラをズームアウトして大きなスタジアムが見えてきました。こちらはビッグスワン新潟でして、こちらは新潟アルビレック新潟の本拠地のある、メインホームスタジアムとなっています。じゃカメラをもう少し引いていきまして、先ほど紹介してきたセットを見ながら、今度はこちらの方にズームインしていきます。少し煙突が多く見えてきましたが、こちらは新潟市の工業地帯東区の方ですね、中央区の隣、東区の方面です。こちらは最近ですね、工場夜景というものが人気でして、なんかツアーとかも行われていると聞いたことがあります。じゃあいかがでしたでしょうか。新潟の街、まだ今日紹介してない以外にもかなり新潟本当に大きな街なので、建物まだまだたくさんあるんですが、今日は簡単に新潟の街を今回中央区以外も、紹介していました。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価もお願いいたします。またコメントや、依頼などもお待ちしておりますので、ぜひコメントをお願いします。ここまでご視聴ありがとうございました。